皆さんどうもピーマンドです。今回プレイするライブシナリオは9月15日から17日の間に行われた西武対ソフトバンク天王山3連戦のシナリオ3つプレイしていきますよい。この戦いはソフトバンクがゲーム差 3.5 ゲーム差まで縮めて迎える直接対決だったんですよね。結果次第ではパリーグの優勝チームが分からなくなるという展開もあったんですけども、この戦いの結果は西武が圧倒、なんとソフトバンクをスイープしてですね3連勝。ゲーム差もソフトバンクと 6.5 ゲーム差を開けるという、そういう戦いになり、ほぼほぼ西武の優勝が決まったような、そんな天王山の3連戦になったんじゃないでしょうかね。西武強すぎ。まず最初にプレイするシナリオは9月15日天王山1戦目に行われたシナリオの中からクリア率の低いシナリオ、つまりは西武のシナリオになりますね。1打席ミッション浅村の本塁打で突き放せ。このシナリオ5回裏ワンアウトランナー1塁3塁の状況の中、バッターボックスに立つ浅村でホームランを打てばクリアということになります。まあ、実際の結果見事浅村ホームランが生まれて、またこれね西武打線大爆発、浅村より山川の方に目がいっちゃうよね。すごい活躍しましたからね。まあ圧倒的西武の勝利ということになりましたので、クリア率で見ていってもソフトバンクと比べたら低いってだけでね、単体で見ると91% もあるわけですから、そこまで難しくはない。パワーもある、ミート能力もある浅村で簡単に一撃打って、まず1つ目のシナリオクリアを目指しましょう。さあ第3打席目のこのチャンス、ファーストクリアなるか。相手ピッチャーでも千賀だからね、そこは難しい。でもスタミナも切れてる上に赤とか発動しまくり、絶不調だからね。この千賀打つのは簡単だなら簡単に打たしてもらいたいんだけどね、こういう失投が来るからさ。今ちょっとファーストチャレンジクリアを自らの手で逃した感じだね。仕留められた1球だよ。もったいねー。まあいい。次も来るでしょう。そして次はホームランにすればいい。併殺持ちなのがきついよね。これ持ってるとなかなか打ちづらいので、前回のシナリオでもちょっと苦戦したからね、併殺持ちの選手がいたんでね。パワーはあっても、行くわ簡単にこれが浅村西武打線の力だよ。だからもう優勝しようとしてるんだよね。はい、ファーストチャレンジでのクリアは逃しましたが、セカンドチャレンジであっさりクリアということになりました。6対2。気になるのはこのライブシナリオでのスコアですよね。もしかしたらリアル以上に西武打線が爆発するという可能性もあるぞ。どうだ？いや、そうでもなかったね。10対4ですから、リアルよりかは点取れてないですよ。当然のごとくレインボーメダルゲットということになりましたね。すぐクリアできたし、取れて当然って感じ。西武圧倒的で終わった、まず9月15日天王山1戦目ということになりました。続けてプレイするのは9月16日天王山2戦目のシナリオの中でクリア率が低いのはソフトバンクになりますね。1イニングミッション土壇場で同点に追いつけ。こちらのシナリオ3点差ビハインドの中、9回の表2アウトランナー満塁の状況の中、追いつく1イニングミッションになりますね。まあ簡単な話、グランドスラムを打てば同点どころか逆転なんですけども、まあリアルはそんな簡単に打てないからね。だからソフトバンクは負けたわけなんですけども、ただ狙うならもう一発しかないと思いますのでね、華麗な一発を打ち、ソフトバンクを勝たせましょう。さあやってきました、序盤からの打ち合いで迎える9回、2アウトランナー満塁で打席に立つは上林。ここまではフォアボール、ヒット、ヒットと3出塁の大活躍ではあるんだけどね。ただここで打たなきゃ意味がない。上林頼むぞ、お前がやるんだ。相手守護神ヒースですね。途中加入の助っ人外国人、もともと広島の選手ですよね。1球で終わったね。あのさ柳田もいなくなって今宮もいなくなったね。その中こんな凡退してみ、ソフトバンクファン息離れていくぞ。やめなさいあなたね。この満塁の緊迫感ある中、一番なんていうの、恥ずかしい凡退だわ。イラッとくる凡退でもあるね。西武ファンですらため息でしょ。こういう場面っていうのはみんなが注目するんだ。一撃出れば逆転ですからね。だからこそそれにふさわしい結果を残そうや。いやでもこの場合内野安打がありますね。よーし、上林の足を生かして内野安打。いやいや、これでもいいんですよ。次バッター明石、いや代打いないのこれ。柳田いるじゃん。まあ、実際柳田っていうのは1戦目は出場したんですけど、2戦目の練習の時に頭にボールがぶつかってしまい、そのまま試合に出ることはなかったんですけどね。柳田いるんなら出せばいいんじゃないの。そもそも柳田いたら1戦目は負けましたけど、2戦目3戦目はどうなるか分かんなかったからね。これちょっと使いましょう。遠慮なくね。実際のちょっと試合展開とは全く違うが、
頼りになるスーパースターがいればこのシナリオも勝てるんだよ。同じことが言えますね。さあ来い。わあ打ち損じだ。でもこれも内野安打があるんじゃないか。いやーショートの源田の動きが早かったな。残念、同点に追いつかなくてはダメですからね。いやいや柳田がこのシナリオの中でもいるっていうのが気づいたので、えならばえもう上林のとこ柳田送ったらいいや。え今度ホームラン打てばいいや。もちろん上林も打ちやすい選手ではあるけどね、柳田はパワープロ最強選手ですから絶対こっちの方がいいよ。ほら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 、あっさりほらほらほら、伸びて伸びて伸びてゴーン、代打逆転満塁ホームラン、ワオワオワオ。はあ、柳田がいればこの3連戦ソフトバンク地獄を見ることはなかっただろうねと思っちゃうようなね一撃ですわ。代打で出てきてこのスイング、結果10対8でソフトバンクの逆転勝ち。実際の展開とは違いますけど、このシナリオではこういう展開になりましたね。もちろんヒーローは決勝グランドスラムを放った柳田でしょう。でもヒースからしたら勘弁してくれよ、お前ボールぶつかっていないはずだろうと思ってるだろうね。でもここになぜかいたんです。これでメダルは最高メダルの、はい、オッケー、レインボーメダルゲットだぜ。というわけで2戦目のシナリオもクリア、ソフトバンクの勝ちという形でね。そして天王山の第3戦目になります。こちらクリア率が低いのはソフトバンクのシナリオになりますね。またまた1イニングミッション、満塁のチャンスで同点に追いつけ。このシナリオ3点差ビハインドの中、4回の表ワンアウトランナー満塁の大チャンスで迎えるは厚尾からですね。こっから1イニングで同点に追いついていけばシナリオクリアということになります。実際のね、結果というのはこのようになりました。ほんでこの試合の1回の裏でしたっけね、今宮がいきなり怪我をしてしまいですね、今のところちょっと怪我の様態っていうのは分かってないんですけども、結構やばい感じらしいんだよね。まあ、ソフトバンクファン的にはもう地獄のどん底へ叩きつけられたという3戦目の結果になったんじゃないでしょうかね。ただそのソフトバンクファンに希望を与えるべく、ここからね逆転してソフトバンク勝利で終わる、そんな天王山にしてみましょう。さあやってきましたこの場面、打席に立つのは敦雄、そして代打の枠に柳田は、あこの3試合目に関してはいないんだね。2試合目に関してはいたんですけど、あー残念、なら柳田という切り札を使えないというわけか。いやいいでしょ、厚尾で決めればいい ね簡単な話。まあ相手のマウンド立つは増田ですから、なかなか打つのは難しいけどね。戸亀なら簡単に打つんですけど、戸亀じゃないので厚尾なのでね。いやいいですよ、ここ結果フォアボールでもね3ボールになりましたけど、フォアボールで次つなげて、そして同点、いや逆転にする、いいじゃない。ほいどうだ、この打球は抜けてゆく。まず松田のヒットで1点を返し、まあ同点にするのであれば今いるセカンドランナーを返せばいいだけの話だからね。ただ同点止まりじゃ面白くない、一気に逆転までいかないか。先ほどここで代打を送りましたが、ここでは送らず、おいでこのバッティング、うまいね。待て待て、ランナーも止めておく、同点止まりで終わらすつもりはないからね、逆転するんだよ、一撃を放つ。さあ下位だ、いや十分打てますよ、パワーもあるから。なんなら下位が主役になるシナリオをしたのか。打ち損じ、あーもう最下、おーのののののの、うわーゲッツは回避したけどね、もう決めてくれよ。そして牧原、これがやばいんだよね今ソフトバンクは。結構な率を残してますからね、突如として現れる。去年上林がね突如現れて、そして今年は牧原、まあ、ソフトバンクに限らずそういうのが多いよね、急遽ブレイクする選手っていうのがね。第4球を投げました。その牧原で打ちたいがどうだ、打った、うん、ヒットという形でね、まあ、結果逆転でもあるかな。 OK、 5点目を取れたのでそこは良かったんですけどね、一撃という形で決めたかったな、できれば。まあまあまあ、一撃はさっき柳田で打った、とりあえずソフトバンクを勝たすのが目的だ。わお、その後ソフトバンク打線は爆発かなと思った、西武打線に火がついたじゃねえか。結果延長までもつれて11対8、何が起こったのか見ていきましょうかね。まあ、ソフトバンクは結果10回に3点を取ったので勝利という形になりましたが、気になるのはそこではなくてですね、その後6回西武に4点取られて同点に追いつかれてるわけですよね。その6回の攻撃で見ていくと、メヒア凡退も岡田がヒット、ほんで金子凡退で2アウトですよ、2アウトと追い込んでる中、秋山の2ベース、源田の3ベースでフォアボールフォアボール、栗山の、ヒットで2点入り、結果同点に追いつかれて延長にもつれるという、なんやねんそれっていうね結果勝った内容で負けてんじゃねえかよ。わっ、
そしてメダルは銅メダル。ヒット打って結構いい感じでやったんですけどね、単打ではやっぱポイントっていうのが入りにくいので、まあ一撃打たなきゃレインボーメダルが取れないということでしょうかね。ならば簡単に一撃を放ち、レインボーメダル獲得といきましょう。投げました、打ちました、痛烈、クリーンヒット。ふぅ、これでもいいんじゃねえか、別にホームランじゃなくたってね。おー、明石の打球は、イエース。そんなパワーのない明石で決めるとはね、思わなかったよ。よしよし、満塁ホームランではないですけどね、その前のバッター松田でツーベースを打ってのこの満塁での逆転ですから、まあおそらくレインボーメダルはゲットできたんじゃないでしょうかね。さっきはちょっと西武との打ち合いになったからね。あ、よかったよかった、そのまま勝利で8対4。さっきはちょっとおかしかったよね、明らかにね。本来こうなるべきなんですよ、このライブシナリオの中くらいはね。西武打線の力が発揮されることなく、ソフトバンクが圧勝で終わり、ソフトバンクに希望を与える勝利になるはずなんですからね。さっきはちょっと接戦になりましたから、なんなら試合内容では西武が勝ってたくらいだったんでね、これがこのシナリオでは正常ですからね。はい、でメダルはレインボーメダルゲットだぜ。よーし、まあいろいろとボーナスがついたのでね、最高メダルを取ることができました。はい、これでプレイ予定の天王山3つのシナリオを最高難易度かつ、最高メダルのレインボーメダルをね取ってクリアすることができましたので終了ということになります。動画の冒頭でも言った通りね、ほんと西武が圧倒的に、またソフトバンク的にはかなり痛いダメージを負った、そんな戦いになったとは思うんですけども、まだわからないからね、野球に絶対、いや野球に限らず人生にもスポーツにも何にでも言えますが、絶対ということはないので、まあ、こっからね西武が負けてっていうのもある。かつてはね、去年だったかな、大型連敗をしたチームですからね、こっからあの連敗再びでソフトバンクが逆転の、なんなら日ハムが逆転のっていう展開も十分可能性としてはゼロではないので、まあ今後ねパリがどこが優勝するのかっていうのも注目しつつ、また次回別のライブシナリオをプレイしていく予定なのでお楽しみにね。ここまでご視聴いただきありがとうございました。グググググッバイ、また会おう。